ガチで言うとあります。なんかいくらとか言われたらめちゃめちゃ闇深い。おお。大久保公園立ちんぼ調査第3弾と。おお、第3弾やるんすね。やった。おお、久しぶりですね、大久保公園。まあ、またね来てしまったかという感じでもあるんだけども、はい、まあ僕はねあの動画には出てませんけれども、まあ、定期的に足を運んで調査はしてると。はい、そうですね。なんかツイッターでちょこちょこやってましたもんね。いや今日もいるんですかね。今日も立ちんぼがいるかどうかは今から行けば分かる。あれ前あったっけ？あったことないと思う。なんかあそこにか。9月ってめちゃめちゃ寒そうにしてる人がいるよ。いるよ。メニューだから、うん、ポンポタあげようかな。じゃあ遊んでよ。あ。え、地獄ですね。地獄ですね。じゃあ行こうか。じゃあ半分行こうか。バカタレをね。あれ今ノリいいのかな。今行けるのかと思って。いやいや真剣やん。めちゃくちゃ真剣だったってこと。え、ガチで言うとあります。俺ちょっと一回あのおばちゃんにコンポタちょっと渡して。いいよ、後でいいよ。後でいいよ。
ちゃくちゃ寒そうじゃん。寒くない？寒いでしょ？ん？いや、まあ別にだと思うんだけどさ。いや、今たまたま買ったんだけど、飲まない。いらない。じゃあ置いとくよ。寒そうだ。寒いよ。そうなの。いや、だから、新の子は俺、別にいいよ。思うんだけど。いや、俺のも買ってきたんです。ずっと、座ってた。そんなことないでしょ。さっき来た。飲もう。さあ。うん。茶うま。開ける。全然偽名でいいから、何ちゃんなの、もう全然今思いついた名前でいいから。まあ男子がさ来た時なんかいくらとか言われたらなんて答えてるの？あ、そうなんだ。なんかルールがあるからね、ルールが。いや、まあこの辺のさ、この辺の子たちとよく喋るけど、だいたいみんな1号ってだいたい言う。いや、だから相場ぐらいなんじゃないのかなとか思いながら、だいたい相場に合わせる子って多いじゃん。つくんだやっぱそこ。料金があるんやん、やっぱそこは。いや、ここってさ、多分何年も何年もいるような子ってあんまりいないと思うんだけど、最近聞き出したの。なんかさ、昭和のビッグアイドル歌手っぽい顔してるよ。めっちゃすぐうなずくやん。めっちゃすぐうなずいたやん。南のほくろがあるし、南の。え、1号にプラスがつくの？そのプラスで何かいいことがあるってこと？そうなの。例えば1号と5000円出しましたってなったら、どこまでできるの？昨日お客さん取れた？これじゃあ1号でどうって言ったらちょっと足らない、ね、ん？いやー、どうでした？めちゃめちゃ闇深い。おお、やっぱそうなんですね。一応まあ音声では撮れてますけど、どうやったんですか？まあ今ね、パチンコがざっと約15人、まあ、15人ぐらいいた中に、ひときわ闇を放ってるジョーがいた。道に新聞広げて、その上に体育座りで上から布かぶって、コンクリ直座り、寒いから。おで、俺はとにかく寒そうやなということで、熱々のコーンポタージュをカンカン2個持って行きました。こんにちは、あと飲まない？って言ったら、なんと、いらないです。どうやったんですよ、最初。なんか怪しいと思ったかもな。あー、なるほど。で、俺は全然もらわんやん。いや、俺の分もあるし、寒いでしょ。まあなんか一緒に、まあちょっと頭がない。どっめだけど怪しくはないから。怪しい、怪しいだろ。で、俺じゃあさっき飲むで、ちょ、ここ置いとくわと言って、俺が飲んだら飲み出し。おー、なるほど。なんかまだ世の中が怖くてよく分かってない子猫が怯えて怯えて、でも餌出てきたらそーっと食べるみたいな。なるほどですね。そんな雰囲気で、あとは音声で皆さん、その様子をご確認ください。あー、なるほど。いやー、やっぱりいるんすね。いるし、やっぱり明るいジョーもいれば、どん底に暗いジョーもいると。おー、なるほど。いやー、みんな大変そうですね。寒い中、そう、何人かジョーと喋ってても、もうちょっと寒いから温めてよ、1号1号みたいな。そんなポップに来る立ちんぼもいるけれども、表には出さないけれども苦しいのは間違いない。なるほどですね。以上、大久保公園立ちんぼ調査第3弾でしたと。おー、いやー、今回もいましたね。いや、おったなー。いっぱいおったし、
今回は年末年始っていう時期もあるのか、早い時間からどん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 と、はい、ジョーが思った以上の人数がいる、はい、思った人いましたね。思ったね。まあ皆さんこれは言っておきますが、立ちんぼというのは厳密な法律上ではこれは違法ですというところを、まあここは皆さんにご確認としてまあ伝えておきますと。いつもここに来ると俺はここがギューッとなぜかなると。まあ、この動画をご覧の皆さんも思ったこと感じたことをどんどんとコメント欄で伝えてもらえれば幸いです。立ちんぼとはたくましく吐かない。